私たちはアイドルであるの私たちはラジオである。さあ始まりました、私たちはラジオである。お相手は私8号と紫色担当しめのななたと赤色担当カーフムナです。よろしくお願いします。この番組は私プロデューサーの8号と和田愛のメンバーがゆるゆるダラダラとトークしていく番組です。やっほー。効果音なんか今日からねちょっと導入してはい、はい、何かあるたびにあの効果音SEがちょっとなると思うんですが、はい、そちらもお楽しみずつ今日収録日は3月11日の月曜日でございます。イエーイ。ということは3日後3月14日元メンバーのりのちの誕生日です。おめでとうございますねえ、先週もお祝いしましたが何回お会いしてもいいですからね。うん、おめでとう。全然ね、ございます。りのち聞いてますか？聞いてるよ。お、これもあのりのちね、事前にあの登録して撮ってもらった SE ですから、はい、実際のね今りのちの声のあのあれが流れましたが聞いてるよということでね、はい、違いますよ。痛い。違う。あ、そう、今のねこのトンっていうのもこれも SE ですから聞こえてますか？このこれも SE ですよ全部。違いますよ。違う。本人からの違いますが聞こえてこないかな。違います。違うよね。はい。3月14日は何ですか？3月14日は川瀬もなお誕生日会です。イエーイ、お誕生日会ということで、今回は3月14日川瀬もなお誕生日会直前スペシャル。イエーイ。まだ P さんには言ってませんが、このねいつもね毎週木曜日18時にわたらじって更新するんですけど、はい、まあ、木曜日18時だともうお誕生日会会場してるんですよ、うんうん、でその中で聞かれてても、いやいやいや始まっちゃうからみたいな感じになっちゃうので、うん、はい、前日の水曜日18時に上げてもらおうかなと思っておりますので、はい、こちらもね、まだこれ聞いてる時にはもう水曜日18時だから13日にこれは流れてるという感じになりますから、うん、今回はね、まあ、直前スペシャルということで、はい、マナチね、まだいろいろと発表してないことがあるみたいなので、嘘、そちらを踏まえつつ、わお、せっかくならね、こう出ていただくグループさん、今回バター以外5組グループさん出ていただくのと、しかもコラボでね、コラボ枠だけで出てくれる2人のアイドルさんがいるじゃないですか、うん、いますね。そちらのね、やっぱマナチの紹介をしてもらいたいなと思うんですが、はい、だってそもそもね、もうだってマナチが呼んでほしいって言って、はい、こちらからオファーかけさせていただいた、はい、いわばマナチの大好きなグループさんなはずなので、はい、一組、うん、最低1時間全組で5時間プラス、はい、幼なじみはもう1時間で大体3時間ぐらい約それぐらいかかると思うので、全部でこれから10時間の放送となりますが、よろしくお願いします。朝の8時に終わるってこと今ねちょうど撮ってるのが6時前なので4時前ですか、朝の4時前なんですが、まだこのスタジオがね10時までしか借りれないので、朝4時まで通ることができないので、10時間分を30分ぐらいにギュギュッとこうマナチさんに詰めていただいて、マナチすごい、今からね、まあ、語りたいことだらけだと思うんですが、はい、要約して語っていただこうかなと思いますので、ね、せっかくなのでね、うん、え、ようやく語れるね。おやっとです。プロデューサーのそういうところちゃんと似てきましたね。やだー、辛い。そっちから言ってきたよ。こっちから強要したなら言う、別にあれだけど。最悪。最悪は言い過ぎだもん。まあ、だからまあグループの紹介って言ったけども、せっかくなんでタイムテーブル一個ずつ上からねこう少しずつ説明っていうかね、していきましょうか。なので、はい
まあ、5時50分にね、はい、こう開場して、はい、まず、はい、前物販がありますね。あります。前物販はどんな衣装でやるんですか？前物販は T シャツを、セッタン T シャツ、そう、セッタン T シャツを着て、で、何ですか？短パン。そこまで詳しく。セーター T シャツ短パン？あ、短パンなの。あのなんかデビューライブ覚えてますか？あの花のフラワーの前で撮った。あの時に私黒の短パンをインして、赤の T シャツをインしていったことがあって、うんうん、私のデビューの最初の着方がそれだったので今回もそれにしようかなって。そうだ。多分聞いてる人たちみんな多分下はね、あの衣装のスカートなのかなって多分勝手にイメージしたと思うから。うんうん、これも新情報なんじゃないですか？逆にね。なるほどね。で、はい、多分あるであろう、あるだろう、スタフラの横で撮る。あるで、まだ分かんないけど、ね、まだ分かんないけ けど、あるとしたら多分スタフラの横で T シャツ短パンでやりたい、チェキ撮影を、まあ、なかったらあの私がちょっとどっかのところから花一本買ってきます。そうしよう、はい、ちょうどね、一輪の柄、ちょうど隣花屋さんなんで。え、おお、いいじゃん。鳥猫の隣に、ね、花屋さんだから、なかったらそっから一本バラ一本とか買ってきて、赤の花ね、それと一緒にね、移りましょう、はい、そしたらあのフラワーの隣って言ってなりますので、そうしましょう。悲しい。それがまず前物販、はい、30分ございまして、はい、前物販ね、それこそなあちゃんやったじゃん。はい、前物販のコツとかありますか、まなちさんになんかこう伝授する。あの始めるのは自分からっていう。でもいつも自分からして違う違ういいよって言ってくれないから8号やばいじゃん。そういうことね。忙しくてね。だからそう、俺のコツと、うん、多分俺からのアドバイスとしては、うん、もういつもの特典会より俺もいろんなこと多分頭の中で多分駆け巡ってるから、そう、その物販やっていいよっていう一言が俺から出ないかもしれないから私ずっと待ってて押したからそう、だからそう、あのもう着いたら俺もこなあちゃんの反省を生かして言う、うん、ちゃんと言うつもりだけど始めていいよって言わなかったら、はい、チェキスタ8号さん、チェキスタだから結局多分 P さんはいてくれるはず、何も、うん、いないって聞いてはいてくれるはずだし、まあ、P さんいなくても、まあ、なあちゃんとか手伝ってくれるはずなので、うん、はい、全然じゃあ、俺ができれば別にやるけど、まあ、多分俺以外の人がやるんじゃないかなって感じになるから、逆になんか始めるの早すぎって言われそうな気もする、私がはしょりすぎて。いや、時間に始めれば全然いいから。そうだって間違ったことしてない。5時50分からで、はい、5時50分に会場だから、それより早く始めたら誰もお客さんいないから。そうそう、大丈夫、ね、絶対大丈夫、大丈夫だね。よし、そうそうそう、よし、暇なだけだから、暇なだけか、そうそうそう、無駄になんかあいつの気分だけ始めちゃうみたいなね。かわせまな前分から始めますって言ってもまだ会場しないから、誰も拍手してくれない自分でこうやってパチ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 ってなっちゃうから、まあちょっと積極的な気持ちで、あ、頑張ります、そう、やっていいですかってこう言ってくれる、あ、いいよいいよって言うから。でもさっきびっくりしてますよね。あ、そうそう、全然だからそれで全然大丈夫なんで、はい、って感じですね。はい、じゃあ一組目、うん、覚醒ラブビートさんです。イエーイ、覚醒ラブビートさんはどういった自分の中でのグループですか？一番年齢が近い私とグループな気がする。ああ、その平均年齢、あ、そうそうそう、自分確かにね、高校生もいるし、そう、ちょっと上か高校生ぐらいかみたいな、うんうんうん、私がその間ぐらいなんですけど、ね、あのデビューの時から私たちは対バンさせていただいてね、ラムビーさんは、ああ、そうだね、ラムビーのデビューが、そう、呼んでいただいて10月8日はい、そこから対バンの数が増えてってですね、うん、そのみんなとめっちゃ喋るぐらい仲良くなりました。めっちゃ仲いいですよ。あ、そうなんだ。楽屋とかでよく喋る、うんはい、うん、楽屋とかで一緒にご飯食べたりとか。あ、そうなんだ。あ、そうなの？そんな、え、知らなかった、うん、そうなの？今回ね、レイちゃんとコラボするんですけど、うん、そうだね、あのラブビーの青色担当のレイちゃんとコラボするし、そう、ライブだったから、うん、その前に一緒にコンビニでご飯買って、うん、ラブビーのみんなと私でご飯食べたと。おー、あ、そうなんだ。へえ、それぐらい仲いいです。あ、なるほどね。じゃあもう、うん、
ね、もういいよね。だからそういうもう本当仲いいグループのラブビさんにトップバッターとして、うん、そう盛り上げてほしいですね。盛り上がもうラブビの曲はね、まあ、やっぱめちゃめちゃ盛り上がるし、まあそうですよね、みんなでこう振りをねこう真似しながらね、みんなで一体感作れる曲が多いから、そうですいいんじゃないですか。トップバッターに俺すごく適任かなと思ってトップバッターにさせていただいたのでね。そうですね、ちょっと最初からもうぶち上げてほしいですね。だからラブビーでライブがあって、うん、レイちゃんはその次のマナチコラボ枠のところでも出番がある。そうですってことですね。はい、いいじゃないですか。続いて気まぐれファシネートさんです。イエーイイエーイ。気まぐれファシネートさんはどうですか。私は2日後にね、まあ、トウコちゃんの生誕祭のコラボ枠ブラックとホワイト両方ね出させていただいたり、マナチの生誕が14日で16日にトウコちゃんの生誕がありますから、うん、そこでやっぱトウコちゃんと仲が深まったりとか、うん、あと、ルコちゃん、ルコちゃんモモンガ自称、うん、モモンガちゃんはもう LINE 交換してるぐらい仲いい。へえー、そうなんだ、してる。すごいね。結構でそのあの時ゆこさんはモモアナはめっちゃ、うん、あのライブハウスとかでも曲かけてずっと踊ってるイメージ、あの楽屋で、楽屋で。ああそうなんだ。そのキレが半端じゃない。パキパキ、へえ、踊ってるたんびにパキパキ音がする。それ年齢的な問題じゃ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 、それは悪口になっちゃう。大丈夫、怒られてください。物議を構え怒られてください。誰が、俺が、うん、なあちゃんが言えって、あの今ずっと台本をねこうあのカンペ俺に見せて、違う、今そのなあちゃんが書いた台本を俺が今こうあの一言一句間違えずに読んだだけですから。違います。なあちゃんの手元にはドーナツしかありません。ドーナツうまいです。なんでね、あのなんだっけな、曲とか何がいいとかやっぱもう言ってくれてて。あ、そうなんだ、うん、そういうの聞いてくれてね、嬉しいね、うん、私が好きな曲入れてくれたりとかしてますので、ぜひこれが好きなんだなって思って聞いてください。そうですね、はい、もうだってもう気まぐれさんとか多分10曲以上ねオリジナル曲あるから、すごい、その中からねこう選べるって結構贅沢ね。もう本当に生誕ならではの俺と、うん、俺とく、あの俺とく情報、俺とくとかやっぱゆりちゃん、うん、女の子は何得っていうの。俺得。女なのに。うん、自分そうなんだ。わた得、あた値得とかじゃないの。わかんない。俺得、俺得っていうのがそういう単語なんじゃないんですか。お得用語的な。ああ、だからそう、俺っていうのはやっぱなんか男一人称ってイメージがあるから、あ、女の子は違う言い方があるのかなと思って。ない。そうそう、あ、ないの。知らんけどない。なあちゃんは、なあちゃんもね、とうこちゃんの生誕で。はい、さっきもレッスンしてきました。ね、だこのラジオが多分次上がる頃にはもうとこちゃんの生誕の前ですね、それも。あと次のラジオは多分とこちゃんの生誕後なので、うんうんうん、ここでちょっと告知しといたら、とこちゃんの生誕の椿とうこちゃんの生誕祭で3月16日土曜日かぶるな。日曜日ってよく土曜日コラボワークでブラックとホワイトでなあちゃんと川島のを出させていただきます。別々のグループなんです。そう、一個もかぶってないんですよ。かぶると思った。だって結構ね、いろんな曲あって、うん、ね、なんかこうツイッター、まあX に上がってる中で一個も被ってないってことは、うん、被ってない。もう逆に綿オタは全部楽しめるじゃん。そう、曲の感じも全然違う、ね、うん、あ、ちなみにちゃんと綿愛の枠もありますからね。あ、本当にそうですよ。皆さんね、見てくださいね。そちらをお楽しみにということで、うん、まあ、気まぐれファシネットさんもね、やっぱあの全部盛り上がる曲ですから、はい、皆さんね楽しんでいただければと思います。はい、そしてマナチコラボ枠ですが、はい、マナチコラボ枠の1曲目で幼なじみ3人組とやるんですよね。そうです、スノーハレーションです。どれぐらいの幼なじみなんですか。小学校の低学年ぐらいからずっと、で高校はカオルちゃんは一緒だった、それまでは一緒だった。でジュランちゃんは中学生ぐらいから違ったけど、
連絡したりとかご飯行ったりとかしてる中だった。へえ、すごい。あ、じゃあもうだからアイドルになる前から知ってて、うんうん、それこそ2人が先にアイドル始めるわけじゃん、うん、そういう時はどういう感覚なの？感覚がなんか芸能人に合ってるみたいな感覚。あ、そういう感覚になるんだ。なる。え、なんかこうサインちょうだいよみたいな感じにもなるの？それはない。あ、それはないんだ。ない。なんかね、なんかこう、まあ、ちょっとふざけ半分じゃないけど、なんかサインちょうだいよみたいな感じにならないんだ。あ、でもカオルちゃんの現役の時は、うん、あのダイヤモンドホールとかで定期公演を見に行ってました。あー、だからあ、元どこって言ってたっけ？ラジオでは言ってない。言ってない。あ、でも全然言ってもいいやつ。デラさんですね。はい、そうです。だデラさんが、はい、あ、そうか、ダイヤモンドホールでやってた時期だもんね。そうです。あ、もう本当にね、あ、そうなんだね。だからそれを見に行ったりとかしてましたね。女性エリアをかき分けて、女性エリアをかき分けて、うん、殴りながら。いや、それはないですけど。それはない。偏見がもうすごいよ、本当に。殴るたんびに手がパキパキってそれは謝ってください、本人に。なるほどね。もうだからもう本当に幼馴染で、本当に、だからもうそんなね、2人と踊れるってね。そうです。いいよね。めちゃめちゃ、もう結構スムーズに、いいよ出るよって感じだったのか、結構渋って、そう、最初渋られたのか。なんか連絡して、うん、カオルちゃんには LINE で言ったら、うん、すぐにいいよって言ってくれて、むしろいいのみたいな、いや出てほしいって言って出てくれて、うん、ジュランちゃんは私が生誕祭のライブするんだよねって言って、いついつって言って、こうタイムツリー見て空いてる、じゃコラボワーク出てよって言ったら、あ、全然いいよみたいな。へえ、あ、そうなんだ。嬉しいね。なるほどね。だからそういう幼なじみ2人とやるのが1曲目のそのハレーション、はい、思い出の曲です。で2曲目がさっき言ったラブミのレイちゃん、レイちゃんとラブミの曲を、はい、あの曲名分かりました、ちゃんと聞きました先週ね、はい、そう、曲名知らないって爆弾発言を結構してましたが、その後にね、こうレッスンしてちゃんと曲名を聞いたらしく、はい、曲名し教えてって言った時どんな反応されたの？誰ですか？レイちゃんに。レイちゃんになんか普通に教えてくれましたよ。逆に私ラウエさんの曲めっちゃ見に行ってんのに、うん、1回でも曲振りあるかなと思ってちょっと期待したけど、曲振りなくどん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 進めてってるイメージだったんで。確かに曲振りしてないイメージあるな。デビューライブとかって曲振りしてたんですかね？どうなんだ。だから多分 X とかにそういう動画でライブ動画とかが上がってるんだ、わかんないけど。見たことある、上がってるの。だそれで多分タイトルとかついて、まあそのオタクの人はそれを見て多分覚えてる、ね、なるほど。曲名とかね。はい、ということで曲名は君だけの未来地図です。あ、発表した。イエーイ。あ、そうか、あ、いいんか、分かんなかったから発表できなかっただけで。そうそうそう。でもなんかラジオ聴いた人みんなに、ね、なんでレイちゃんのやる曲だけ曲名わかんないのって怒られました。そりゃそう、そりゃそう。だから今日ね、あの次のラジオであの発表ちゃんとするねみたいな感じでは言っておいたんで、ぜひ聴いてくれると思います。だ今日は直前情報2つ目ですね。そうです。短パンについて、短パンについてと、あのお花一輪買ってくるのと、はい、ですので、まず3曲目が、はい、まなちゃんと2人で、うん、神宿さんのグリズリーに襲われたら、はい、ハート。それこそ昨日日曜日ね、はい、レッスンしてましたが、しました、はい、どうですか感触。なあちゃんはこの曲を、まあ、逆にね、これはちょっとなあちゃんに聞こうかなと思います、ね、どういう感じですか、その2人のコラボ。どういう感じ、うん、覚えました、頑張って。確かにすごい頑張ってましたよね。頑張ってたし、うん、前にこう聞いてる人からしたら、いや当たり前だろうって多分ツッコミが来ると思うんですけど、うん、覚えるのがいっぱいらしくてね、はい、その中でね、そう、その中でも頑張って今覚えてるってことですよね、うん、なんかまあなんか面白そうなことがなんだかありそうな予感がしますねって感じだ。結構ね、だからあカバーしてる
のも、うん、たまに見るけど、うん、結構全員が全員カバーするような王道曲でもなく、ちょっとまあ、うんうんうん、オリジナルが強い曲ですよね、確かに。なので楽しめる演出もいろいろとマナジさんが考えてるみたいなので、そこもね、うん、はい、お楽しみにということで、はい、4曲目はノアフのかなえちゃんと、はい、これある曲名も発表しましたもんね、はい、自分記念、はい、どうなんですか、一番ちゃんとできる気がする、また愛のサマーラブとかよりまた愛とかよりコラボの中で、うん、コラボの中でね、はい、あの一番最初に覚えたんですね、この曲。ほうほうほう。なんかあのノアフさんのライブも毎回見に行ってるじゃないですか、私、いつもなんかノアフさん見に行くみたいな、テケテケテケって行くんですけど、ノアフさん、タラちゃんみたいな効果音になるんですね、こんな感じなんかかなえちゃん、私ずっと見てたんですよ、だからかなえちゃんの特徴とか見ながら、ほうほうほう、そしたらかなえちゃんもなんかもう腕ピンピンだし、うん、指先まで綺麗だから、それぐらい綺麗にしないと私すごい雑に見えてしまうんじゃないかと思って練習しました。なるほどね。かなえちゃんが2人いるってことになる、あ、結構ハードル上げましたけど大丈夫ですか、上げちゃったぞ、大丈夫かな、かなえちゃんも踊るたんびにピンピンっていうわけまあそれも謝ってくださ い, いや、それは謝らなくていいです、ゆこちゃんパキ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 は謝った方がいいだからそんなだからもうずっとね、かなえちゃん憧れって言ってますから、その憧れなアイドルさんと一緒にコラボできるっていうね、仲良くもなりました、かなえちゃんと。ああいいじゃん、仲良くなった、ね、もう仲良くなりすぎてね、前ね、あれライブ会場に忘れ物をかなえちゃんに、ね、持ってきてもらったりとかね、本当に、はい、してましたもんね、なんかそういうなんかこう人の懐に入って甘えるのうまいよね。悪口なくて、なんか悪口聞こえる。いやいや、めちゃめちゃ悪口言ってないじゃん。全然言ってないじゃん。じゃあ、ね、そういうところがこう多分マーチを構えたくなる、多分みんなが多分マーチと仲良くなるあれなんじゃないのかなって普通に思ったんだけど。そういうのって全然。じゃあ自分がさ、そういうところあれなんじゃないの、こう喧嘩ヒゲしてるから、ヒゲ、ヒゲさん、ヒゲさん誰いつも写真撮ってくれてありがとうありがとう、気のする前声でね、急にオタクの名前が出てきます、それがまたラジですまあそんなヒゲちゃんの話はどうでもいいだ、続いてが3組目が夢色シンフォニアさん、イエーイ、どうですか夢色シンフォニアさんは。夢色さんはもう結構結構ね、あのいろんなライブの対バンとかで結構あったりするんですけど、多分和太が一番対バンしているアイドルさんじゃない、夢色さんってだと思います。かも回数一番多い気がする。なんか前もこの話した気がする。したですよねしたんだ、うん、で、うん、まあ、メンバーも増えて、うん、すごいなんかあのなんていうか迫力のあるライブがさらになってですね。確かにびっくりしたもんね、急に100人になってね、キホちゃんのドハンド今のままでいくと100人編成のグループになっちゃうけどねえ、でも私あのキホちゃんに生誕祭お願いしますっていうふうに、まあ、挨拶をさせていただいたんですけど、うん、あの対バンとかするときに、うん、その時にあのもう死ぬほど暴れてくださいと私が言ったら、もう任してくださいって言ってなるほどね。でそこでまあみやちゃん歌うまいんで、そこで修正入ったりとか、新しい新メンバーダンスうまい子だったりとか、あのネコリン、ネコリン、ネコリンダンス経験者だったんですよ。ネコリンってさ、ネコリンなのかネコリンなのか、どっち。ネコリンです。あ、ネコリン、うん、あ、なるほどね。ダンス経験者。そう、それで私最初それをずっと言おうとしてて、でやっと言えたんですよこの前シアーゾで。じゃあマキコできんのかな。マキコはできないと思います。マキオ、マキオでもない。マカオ、ま、違う、もう全部違う。カカオ、カカオか、カカオです。カカオか、カカオ、オッケー、カカオできるんや。やったもう話にならない。りーちゃんに会ったらカカオやってよって言ったらできる。できないです。困るからやめてください。
なあちゃんが言ったんだ。なあちゃんに裏切られるのは数字違いですね。今日はめんどくさい。今日八号さんめんどくさい。マカコね。もうダメだ。マカコでしょ。マカコ、マカコ。あれマカコでしょ。マカコ。でもアクロバットじゃなくて、普通にあの、なんだっけ、多分サークルって言ってたかな、のダンスをやってるって言ってて、うん、まあそこでダンスのね、あの、なんていう、ダンス担当のイメージがあって、まあアンジュちゃんはもう、まあ、なんか私と同じ人ですって。びっくりして私見えない、どっちがどう見えないのかは言わないけど、なんかアンジュちゃんの方が全然大人に見える気がする、うん、ああ私から見て、でまあ可愛さがあって、でレイちゃんはこの前の一人一人食べる、そう多いから、この前の、うん、何だったっけな、ひまりちゃんの生誕祭で、うん、楽屋2人になって、うん、めっちゃ褒めてくれたレイちゃん、自撮り毎日なんかおはようあげてるじゃないですか、私、うん、それがすごいみたいな、私にはできないって言ってくれて、やったじゃん、嬉しかった、なんかやったじゃん、何気なくいつも通りやってることがこんな褒められるんだって、やったじゃん、よかったね、生きててよかった、それは言い過ぎかも。よかったって言えよ。ルリカちゃんは、ルリカちゃんはあの生誕祭の時にね、あの、まあ、呼んでいただいたんですけど、うん、あのなんか思ってた以上におしゃべりさんなんですよ、ルリカちゃん、そうなんや、結構しゃべってくる、そんな見えないね、確かにね、え、おとなしいじゃないですか、めっちゃ、そしたら生誕祭の時に髪飾りを貸してくださいっていう風にお願いしたら、うん、もう何でもみたいな、パカッと開けて、何でも好きなの使ってくださいって言って、そこからずっと話が弾んで、本当にギリギリまで喋った記憶ある、あ、だからあの時ステージから遅れてたのかな、ワンちゃん、どういうこと？いや全然わかんないけど、何何何、いやいや、あの基本的にボケるって難しいなって今思ってる、あ、マラチにボケるのはむずいですよ。全部受け止めてくれるから、そう、優しい、優しいから、マラチそうボケだと思わないから、受け止めてくれちゃうからさ、冗談通じないです、ルリカちゃんがこう遅刻、ステージ遅刻して出てきたってことが事実になっちゃうから、あれがこう、ね、マラチと喋って、ああだからステージ遅れて出てきたんだね、そうなんですよってなったらさ、でも遅れてるっぽい言い方だったよね、ね、うん、いや、そんなわけないじゃないですかで、ね、こう言ってもらわないとさ、それがそして成立しちゃったらさ、え、でもルリカちゃんに悪いじゃん。絶対遅れて出てきてないしさ、確かに。そうだから、あ、ボケって難しいなって思いながら諦めずにチャレンジしていこうって思ってるってところかな。はい、なるほど。そう、続いてノアフさんです。イエーイ、私の好きなグループだ、曲が一番好きなグループです。あ、そうなんや、曲調が大好き。お、自分記念日のレッスンの時も、うん、もうなんかもうずっとあの曲の話してました。へえー、だからこの曲が好き、この曲が好きとか、この曲のこの感じとか、これいいよねとか、一人でずっと語ってました。それがかなえちゃんはなんて笑顔でうんうんってこう聞いてくれるわけ。はい、聞いてくれます。なるほどね。だからあの遅れてたんだ。違います。何に遅れてたかはもうすごい今もう分かんない。すごく曖昧になっちゃったけど、うん、本当に。でノアフさん、ひまりちゃんの生誕祭もあってね、ちょっとね、あのノアフさんのオタクさんっていうんですか、そのひまりちゃんの生誕よかったよねって余韻に浸ったまま真夏の生誕祭に来てほしい。確かに、その勢いのまま来てほしいですね。ですって。だからもうノアフのね、ノアフさんのオタクもこのラジオ聞いて、うん、マーチの思いを聞いて、うん、それこそマーチのコラボの時から来なきゃいけないですからね。まあそれはそう。そう。まあまあ一番早くてもまあマイブッパには撮りたかったんです。確かに。マイブッパにしかないから。一番早くても。だから朝10時ホリネク集合でお願いします。お、頑張れマナチ。ノアフさんのお宅だけ朝10時集合。かわいそう。マナチは。マナチは、4時で。やば。かわいそう。何してんだろうね。教えて。そして続いてキミプリさんですが、はい、はい、あの3ヶ月連続の定期ありましたね。ありましたね、本当それこそ今月まで3ヶ月連続で定期やってきましたよ。はい、もういわばもうね、同志ですよ、同志。はい、ね、まあここでですね、まあ、ちょっとした発表、プチ発表っていうんですか。いや、もう全然重大発表だと思いますよ。重大ですかこれ。え、なんかあの重大です。持ってこ、話持ってこ、はい、重大ですね。重大でしょ、
セミプリさんに失礼だよ本当に。じゃあ私そんななんか自分であんま価値ないと思ってる人だから。いや何を言っても主役なんですから。あ、そっか。あの定期でね、私あのステージ横でキンプリさんのステージを見てたんですよ。はいはいはい。その時にあの、うん、ハニーワークスさんのファンサを聞いてね、うん、結構心打たれてしまって、はいはいはい、やっぱアイドルといえばっていう曲じゃないですか、うんうん、でその曲を今回3人でやらさせていただきます。あのつまりのキンプリさんのステージにマーチが立つってことですね。そうです。なるほど、うん、これは重大発表です。はい、キンプリ定期終わった後ぐらい、ワタプリね、ワタプリ定期が終わった後にすぐに、あのファンサいいなって言って出るって言ったら、いいのって言っていいよって可愛いお姉さん2人が OK してくれました。なるほどね。はい、私の大好きなお姉さん。もうだって俺それ聞いてなかった、聞かされてなかったからさ、昨日なんかキンプリさんから DM でこれ歌割りですと言ってなかったの。何マナーサプライズ、マナーサプライズ。コウタがマーチに歌割りだそうですって LINE したから。マナーダメだ、出るんだと。だからあのこれはどういう衣装で出るんですか、逆に。確かにどれですか。あ、キミプリさんのですか、はい、キミプリさんは、ワタイ枠があれですね、次あるんですけど。そうですね、そのもうまま、その格好のままなんで、まあ、前物販とコラボ枠の時の髪型とは変わってます。なるほど、変わっちゃってます。服は、服は、服の話してたよ。すいません、本当にもう上衣装でした、短パンですか。ちょっとキモいかもしれない。そう、ワタイ枠、あ、まあいいや、ワタイ枠の時に話すわ、うん、で、キンプリさんは、なんどういう衣装で、あ、どういう衣装、うん、もう、ワタイ枠出れるため、出れるような格好で行くので、はい、まあ、あれなんですよ。ワタイ枠と同じ格好ってことね、キンプリさん。そうです。なるほど。だからこのまま多分マナチが出るんだなって思っておいてください。なるほど、わかりました。わかった。ということで最後ワタイ枠ですが、ワタイ枠ってどんな衣装で出るんですか。私もちょっと決めてなかった。え、どういうこと。何私の世代じゃないからこっち見ないでほしい。2人で。あ、でもあの私はセーター衣装で出ます。あの上下ね。もうなるほど。 T シャツじゃなくてもセーター衣装で出る予定なんですけど、うん、なあちゃんは T シャツですって。はい、わかりました。わかりました。なるほど、まあこの辺はまた後でちょっと話しましょう。はい、そうですね。でも大体したいことは決まってます。そうですね、格好は。だからここで話題枠のところでマナさんのソロもあるわけじゃないですか。はい、生誕衣装とともに歌います。生誕衣装も隣に、生誕衣装とともにだと生誕衣装も歌ってくれる。生誕衣装横に立ってる状態です。本当に生誕衣装とそれをハレンチな格好で出るんですか。生誕衣装を着て出ます。あ、なるほど、ね、すいません、本当に言葉足らずでごめんなさい。生誕衣装を着てソロも、はい、ということで、マナチのソロ初初、うん、初だよね、ステージで。初、あー、もうだからそれもね、もう怖いもん。本当に大丈夫かな。マナチといえばみたいな曲、うん、だと思うので、そちらもね、はい、楽しみに。これは曲は発表はしないんだっけ。はい、その時ライブ来てくれた方だけに、当日のお楽しみということで。はい、ヒントみたいなのないの。ないないないということなので。はい、まあね、本当に、まあ、当日の、ね、楽しみに1個ぐらい作っといても、ね、何でもね、発表するよりは全部言っちゃうともう楽しみないから。確かに。じゃあ話題枠で、話題の曲で、はい、やらない曲1曲だけ教えてください。やらない曲、はい、今までやった曲ですよね。
今までやった曲じゃなかったのに。やらない曲1曲ですよね、はい、ピッピリリから魔法の言葉です、はい、ピッピリリが好きな人はそこはちょっとねこうごめんなさいということで、すみません、他のライブで聴いてください。私が散ります。その曲歌ってしまったら14日はピピリリはやられませんということで、すいません、まあ、あとは何やるかを楽しみにということで、うん、普通ね、やる曲1曲教えるパターンだと思うんですがね。別にうちそんなに曲がね、多いわけじゃないので、そう、まあ、どっちでも別に絞れば多分絞れるかなということですので、うん、確かに皆さんね、お楽しみにということで、はいはいはい、長々とね、まあ、マナチ生誕直前スペシャルで喋ってきましたが、うん、どうですか、なーちゃん、マナチ生誕、はい、まあね、これ1回なーちゃん生誕やったわけなんで、うん、先輩としてマナチにアドバイスあるとすれば、ないの？ない。なんでないんだよ。もう忙しく走り回ってただけで気づいたら終わったから。だからそれを多分マナチもそうなるだろうなっていうところで、なんかそれに対その多分そうなっちゃうマナチに対してなんかアドバイス。そうなっちゃうマナチに対して。じゃあもらった。マナちゃん言ってくれたじゃん。何？あの、なるべく写真は早めに撮った方がいいよって。そんなこと言ってないです。あれいつ言った？え、あの、なーちゃんが生誕の時に、あの、ね、演者さん出てくれた演者さんの写真撮れなかったから、うん、あ、なんか早めに撮った方がいいよみたいな、撮っといた方がいいよみたいな感じのこと言ってたから。いつ？これに関しては多分、なーちゃんって忘れん坊だから、うん、でも言ってくれた、本当に。まあ、マナチは別に、なーちゃんが言ってくれたってのでここは刻んでるわけだもん、ね、刻んでます。優しい、そんなのを教えてくれるなんて。お優しいよね、優しいよね。びっくりした。教えてやるよ、なんかいろいろと。え、違う、そこまでなんか言うんだと思って自分に対してびっくりしちゃった。マナにすごいそう言ってくれたから。あ、じゃあ、まあ、確かに写真は絶対撮っといた方がいい。うん、なんかあの、いつもね、物販前、終演後物販はやっぱ絶対大変な気がするから、やっぱりね、まあ、結局ね、多分最後バタバタしちゃうんで、うん、来ちゃう。まあ、写真は絶対撮っといた方がいいっていうのと、まあ、とにかくね、まあ、楽しんでっていうところかな、うん、本当にね、みんな喉からしに来てね。マナはショールームで言いました。あの、マナチコールだったりとか、あの、ワッターの SE だったらね、なんかあの、あー、マナチっていう部分があるじゃないですか。あそこはもう喉枯らすぐらい叫んでねって言いました、ショールームで。確かに、やっぱ主役だから、ちょっとなんていうか、ちょっと気持ちいい気持ちになりたい。しかも SE で枯らしちゃったらあと全部聞こえないけど大丈夫？うん、それ以外も頑張っていただきます。あ、なるほどね、枯らす気持ちで、ね、極限を超えて。実際枯らされたら困るから、その辺はちょっと調整してもらう。まあ、限界を超えてもらって。なるほどね。頑張って。本当に。枯れた先に多分なんかこう、すごい高い声とか出そうだから、ね。オペラとかできそう。踊ったみたいな。やだ。やだって。やだ。やだって。でも何があるかわかんないから、ちょっと。いや、ちゃんとね、本当だよ。何があるかわかんないよ。でも、演者さんに今日ですね、お昼にお手紙を一人ずつ書きました。おお、偉いね。偉い。ちょっとね、私字をずっと長時間書いてられないんですよ。まあそんな気がする。はい、なんかイライラしちゃうんで。へえ、そこまで。だから、じゃあ誰かのアイドルさんの手紙にはなんかクソとか書いてる可能性もある？いや、ないですけど。あ、それはない、はい、ないですけど、一応あのね、あの、時間内に書ける分だけとりあえず書いて、残った分はあの、またね、後日書こうかなと。じゃあ俺も欲しい。よろしくね。やった。もちろんあるに決まってるじゃないですか。そうだよね。やった。ありがとう。言ってない、言ってない、言ってない、ありがとう。 LINE でいいじゃないですか。私紙に書くぐらい。紙に書くから嬉しいじゃん。イライラしちゃうから。ダメだ。イライラしました。そうそうって書いてあるの。八五三だったらドアに貼っとくから。あの、ゴミの日のこう、曜日が書いてある。じゃあちょっと隣にマークして。そんなあるんだ。なーちゃん渡しました？何を？渡してない。これまだ待ってる。まだ待たれてる。手紙書いた、あ、書いたわ。何か？アイドルさんに。うん、え、じゃあ生誕でも八号さんには渡しないでね。アイドルさんだけでもね。うん。だって。アイドルじゃん。芸人さんじゃん。
ごもっとも。まあそんな感じで川瀬マナ生誕あと3日になりますが、やばい、おー、改めてやばい、どうですか、楽しみですか。楽しみです。あとは、うん、まあ、歌詞を完璧にするぐらい。確かに。そうです。今更今回そこコラボ枠とソロはかぶせがないので、私たちの声で自力で頑張って歌うので、あの間違っても笑顔で見守っててください。かぶせないの？ないです。あら、うわ、困った。なあちゃんと一緒です。生誕かぶせないらしいですよ。なあちゃん困っちゃった。なので皆さんお楽しみにということで、ということで、歌詞覚えてください。あと3日、俺から言えるアドバイスはただ一つ、みんな体調崩すなよ。本当にそう。本当にそれよ。本当にそう。体調崩さずに14日、明日のお誕生日会、うん、皆さん元気な顔でお会いしましょう。ということで、お相手は私8号と紫色担当シムの田中と赤色担当川瀬真奈でした。また来週。